卵はね半熟に仕上がるんです。これ卵黄がこのパスタに全部絡みついてんの。はい、どうも、料理人サンディッチです。はい、ということで今回はですねコラボ動画でございます。恵比寿さんの絶品レンジでパスタっていうね、誠に信じがたいんですけども、なんとですねこの容器なんですけどね、鍋を使わずにレンジで茹でるっていう商品、こういう容器を使って電子レンジで作るパスタっていうレシピをやってるんですけども、これはね鍋で茹でるよりもうまいんじゃないかっていう、それぐらいですね絶品に仕上がるっていう商品みたいなんですよ。僕ねまだねこれね使って、ないんですけども、こんなにうまいのかっていうのをですねちょっと試してみたいということでですね、僕の鉄板レシピにですね半熟明太カルボナーラっていうめちゃめちゃ美味しいレシピがあるんですよ。これで絶品な麺ができればですね最強のパスタ料理ができるんじゃないかと思いましてですね、やっていきたいとともにですね最高に美味しい半熟明太カルボナーラ、これの作り方をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、材料説明いきたいと思います。まずパスタなんで、スパゲティ 1.4 ミリの5分茹でのものになります。細めのパスタ、まあパスタはね、お好みの太さで大丈夫です。カルボナーラなんで卵が1個ですね、はい、L サイズ卵1個です。で、あとこちらが明太子、明太子ね1切れ、です。大体ね 35g ぐらいの明太子、バターはい、ちょっとね乳製品の香りを足します。バターが 10g です。コンソメですね、コンソメが小さじ1よりちょっとあるぐらい、小さじ強ぐらいですね。で、あと大葉、これねすごく明太子と相性がいいんで今回大葉、まあ、なくてもいいんですけどもあった方が爽やかなので、これ使っていきます。あと、オリーブオイル、詳しい分量は概要欄に、書いてあります。で、あとこれですね、絶品レンジパスタですね。新開発ボル系の構造、ブク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 こう言わせて塩分を含んだ茹で汁が噴出口より溢れ出て、容器に茹で汁を落としてこう循環して、パスタが美味しく茹で上がるっていう、これちょっと理にかなってるのをちょっと説明しながらやっていきたい。多分ねこれはね僕がいつも提唱してるやり方と同じです。僕ねパスタ料理の時はいつも言うんですけども、なるべく少ないので茹でた方がパスタうまいっていう風に言ってるんですけど、これはねちょっと使いながらやっていきたいと思います。はい、はい、でこちらですね、恵比寿さんの、絶品レンジパスタ、パッケージの名前がちょっと強すぎて僕がかすんじゃうんじゃないかと思いますんで、今回はですね絶品ハイボールでリュウジを作っていきます。自らが絶品になっていきます。一緒に絶品になっていきましょう。はぁ、絶品パスタ作れるということでやっていきます。大葉最後にね、トッピングで使いますんで、ここの茎の方を取ってですね、僕の場合はですね大葉3枚なんですけども、こうやってね丸めるんですよ。丸めてから、細切りにする。こうするとねすっごい香りが出るんですね。まあこれはねあらかじめ僕切っておきます。はい、こんな感じになりましたね。これ最後にトッピングですけど、ああいい香りがしますねこれね。明太子なんですけども、まあ外し方も皆さん人それぞれなんですけども、こんな感じでね包丁の背でこうやって外していくんですよ。皆さん中身を出していきましょう。で、ここ大事な絶品ポイント、この明太子の皮なんですけども、これはもう絶品だわこれ。明太子ね皮がうまいんですよ。明太子の方はこっちにね、はい、移しておきます。じゃあですね、このボウルにですねまず、卵を割っておきます。パスタを茹でる前にやってください。なぜかというと半熟にしたいので、冷蔵庫から出したての卵だとちょっと冷たいんですね。なので半熟になりにくい。なので一回溶いておいて、ちょっとね室温に置いとくと卵が常温になって半熟になりやすくなりますんで、でこれ溶くときにコンソメも入れちゃいましょう。これねソースにしておく。コンソメの入った卵ソースになりますね。今回の主役です、絶品レンジでパスタ。作り方はね面白いんですよ。ここにね熱湯をね入れるんです。ちょっと熱湯を入れていきたいと思います。ここにね目盛りがあるんで、5、6分茹での場合とか8、9分茹での場合とか全部ねこの容量が書いてありますんで、でね2人前とかも全部対応してるんですよ。これね一気に茹でられるっていうのがすごくねいいポイントだと思ってます。はい、今回は5分茹でのもので1人前なので熱湯 240ml かを入れます。でですね、今 240cc 入れましたので、ここにですねパスタを入れていきます、ね、これパッケージにはですね塩入れなくても、美味しくいただけますよって書いてあるんですけども、僕の場合はですね麺にですね塩味をつけておきたいんですね。今回は説明書に書いてないんですけども、塩をね一つまみだけ入れます。
これで麺にね、塩の味をつけていきます。そうすることによってね、塩の入ったお湯で茹でたような味ができます。これね、味付けのためだけですので、ね、そしたら蓋閉めて茹でていきます。僕はいつも茹で汁が少なければ少ないほどいいって言ってるんですけども、お店とかだと1日にいっぱいこうパスタ茹でるわけですよ。そうすると一つの鍋で作るので、茹で汁に小麦がですね、どん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 溶け出して茹で汁がすごく濃い濃度になるんですよ。なのでそれでペペロンチーノとかを作るとパスタにですね、ソースに濃度がついてすっごく美味しいのになるんですよ。なので僕は茹で汁が少ないほど小麦が茹で汁に溶け出して美味しくなるんだよっていうのをいつも言ってるんですけども、こちらの絶品レンジャーパスタ、茹で汁が究極に少ないです。全部茹で上がった汁に溶け込んでますんで、多分ね、これでペペロンチーノ作ったらめちゃめちゃうまいよ。乳化がしやすくなるんですよ、濃い茹で汁と油が絡まると。理にかなってます。これ僕は確かめていきたいと、忖度なしですよ。これは僕が絶品になっていくんでね、絶品 vs 絶品でいきたいと思います。さあですね、茹で上がりましたので、ちょっと見てみましょう。はい、こんな感じになってます。お、茹で汁がない。このまま食べてみてもらう、もういいですか。うまい、これうまいうまいうまい。ちょっとね、急いでやんなきゃいけないんで、ちょっと先にやりますね。まずバターと卵液入れます。味の感想は後で言うから、はい、これね、熱いうちにやってください。熱いうちにこの卵液とか流すことによって非常にですね、美味しいパスタに仕上がります。で、ここに明太子、卵とバターを混ぜてから明太子を入れてください。ちょっと残しておくのがポイントです。ちょっと残してください。これね、飾り用に使うんでね。そうするとですね、この電子レンジが取り立てのパスタっていうのはすっごく熱を持ってるんで、卵はね、半熟に仕上がるんです。これ普通に茹でたパスタとかだとね、ボウルに入れて混ぜてカルボナーラソースを作っていくんですけども、今回はね、茹でたまんま、この容器のまんまで混ぜられるんで、洗い物も少ないです。これそしたらですね、仕上げにこのオリーブオイル、最後にオリーブオイルですね。はい、卵黄がこのパスタに全部絡みついてんの。ここでもし足りなければお塩とか入れていただいてもいいんですけども、今回はね、かなりいい味がついてますんで、このまま持っていきたいと思います。持っていきたいと思います。ソースがさ、完璧なんだよこれね。やっぱね、濃い茹で汁を使ってるからソースの絡みもいいです。カルボナーラ、このトロトロのソース見て、これ完璧な濃度。このソースが美味しいから、ソース余すとこなく使わせてください。この半熟のソース、これ超うまいから。大葉をパラパラ多めになっちゃいました。そして最後に、この明太子ね、ブラックペッパー、これで好みでいいんですけども、散らしてください。こうすることによってカルボナーラが生まれる。大葉とね、ブラックペッパーもすごく相性がいいので、絶品レンジでパスタを使ったですね、半熟明太子カルボナーラの完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。それではいただきたいと思います。いただきます。いただきます。うまっ、これうまい。パンいけるね、これね。トロトロ感が半端ないね、これね。パスタもすっごいプリプリですね、これね。やるな、お前。味付け的に言うと明太子と卵の相性がバッチリ。そこにコンソメが入ることによって味付けもしっかりしてますし、バターのこうカルボナーラ的な奥行きも感じます。マジでうまい。従来であれば僕は少なめのお湯で茹でたパスタを使うんですけども、電子レンジでやったパスタっていうのも美味しいですね。鍋でやると茹で汁をこんなに最小限に留めるっていうのは無理なんですよ。なんですけども、これを使うと出来上がった時には茹で汁ほとんどなかったじゃないですか。でも下にちょっとだけ溜まってるんですよね。これがパスタと絡むことによってパスタが一体感が生まれるんですよね。これがこの絶品レンジャーパスタを使う一番の利点だと思います。ソースがですね、麺にね、全部まとわりついてるんですね。これがね、めちゃめちゃ美味しい。完成度高すぎるわ。体験した方がいいと思う。味変していいですか、タバスコ。完璧。ペペロンチーノベースのものとかオイル系に多分合うと思いますね。この濃度のこう茹で汁を最大限に活かせるっていうのがこの絶品レンジでパスタの利点だと思いますので、これはね、めちゃめちゃ使う価値があると思います。ぜひこのエビスさんのですね、絶品レンジでパスタ使ってみて、明太子カルボナーラだけではなくて、ね、いろんなパスタに使えると思いますので、ぜひ皆さん試してみてください。